メルヒオール・バウアーは、18世紀のドイツの発明家で、空中車を考案した人物。1990年のドイツの切手。右下に描かれたのが、空中車。1733年にザクセン号とアルテンブルク、広告アルテンブルクのレ日ニッチュで生まれる。父親は庭師で、バウアー自身も造園を学んだ。彼は信仰の熱いプロテスタントであり、自由な時間を。 聖書の鉱読に当てていた。そして飛行機械によって人間が飛行可能であることを彼は宗教的な必然と捉えていた。バウアーの空中車はモみ材、絹、新中線からなる28平方 M の翼面と人力で動かされる推進用の稼働力を持っていた。これは揚力と水力を別々に発生させるという固定翼の発想の先駆であった。 バウアーは1763年にはこの考えを文書にし、領主ロイス・グライツ・公、ハイン・リヒ11世に送っている。バウアーはこの文書で飛行機界の軍事利用についても言及している。バウアーは7年戦争後にイギリスのジョージ3世へ、その後プロイセンのフリードリヒ2世に自らの発明を売り込んだが成功しなかった。1767年には領主ハイン・リヒ十一世に、 再び書状を出したが、こうそうしなかった。しかし、両主への書状は1921年に、チューリン元州、グライツ軍の城の古文書中から発見され、それによりバウアーの存在が、後世の人間に知られるところとなった。発見された文書には、図面も含まれており、それをもとに、ダルムシュタットの大学生チームが作った、空中車のレプリカは20メートル以上の飛行に、 複数回成功している。メルヒオールバウアーは1770年に霊日中の住居を引き払ったことが分かっているが、その後の消息は不明である。客中、シュトレール、航空発達物語では、発見されたのは最初の方の所状だとしている。ドイツ5番、ウィキペディアの対応記事で、メルヒオールバウエルにはこの図版の画像あり。出展、シュトレール、航空発達物語。 ありがとうございます。